ラウンジ富士の裏話。お疲れ様です。お疲れ様です。それを差し込んでいつも忘れちゃった。トレイルフレッシュというあのオゾンが出る機械を設置してますので安全に放送してます、はい。それからですね、うん、これですね、よっ、はい、番組応援の会です。年間1万円、はい、安いよ。そして、はい、MC とのイベント、うん、抽選会とかね、はい、いろいろ考えてますので、ぜひスポンサーも募集中ね、はいはい。そちらは、うん、月5万ぐらい、高いよ。嘘嘘、飲んできたの今日。月1万円なんで決めてるの。そして、はい、ご質問などありましたら、ここまで、うん、お願いします。こっちか、ね、よろしくお願いします。お願いします。ところで、はい、あのやっとね、あの工事が終わりまして、うん、ママたちの昼間の清掃会社に依頼されて、はい、掃除が終わったら、営業できますので、12月、1日からラウンジの方、ピアノラウンジの方は12月1日からです。夜ね、はい、8時から、8時から。そして、あ、8時からかな、え、6時、え、6時半、6時半かな、ちょっとまだわからない。だってママの体が続くかわかんないからな。6時半か8時、8、うん、どっちかね、はい、多分ね、8時だな。はいはい、わ、うん、かりました。ランチは12月2日からです。ああ、うん、よかった。そうなんですよ。ちゃんとあの、金松さんのところに仕入れもしてくれてですね。はい。はい、お野菜が届くと思います。うんうん、そのお野菜でね。で、ママは、ランチの方におりますので、はい、いらっしゃってください。でね、前まではね、うん、ランチで2000円だったんですよ、はい。ね、大変量が多いってことで、うん、プチ薬膳作ったの。おお、まあレディースセットみたいな感じかな、うんうん、それが1000円です。1200円かな、うん、そういうのができたので、女性はそっちでもいいかもしれないですね。結構量多いのでね、って言ってた、うん、そうそうそう、すぐお腹いっぱいになっちゃうね、うん。でもお持ち帰りができたんだけどね、はい、うん、そうなんですよ。だから、 あとね、パンがね、ごめんなさい、もうほんと間に合わなくて、はい、うん、この間ね、デザインをちょっとね、打ち合わせに行ったの、うん、あのデザイナーの人のところにね、買いました、あれ、ほら、あの買えた。ねえねえねえ、そしたらね、聞いてきて、あのね、今ね、パンが売れてるんだって。しかも高級食パン、うん、はあ、で今ね、やってる人がいっぱいいて、うん、そのデザイナーさんだけでも、うん、もうデザイナーいくつしたか分かりませんって言って、あ、そうなんです、ね、全部っていうか見せてもらったのね、うん、そしたらね、みんな似てるの、うん、やっぱり、うんうん、あの白の和紙に、うんうん、あのお習字で品よく、ね、まあ、多分ね、自分で書いてないと思うんだよね。ママは自分で書いたけど、うん、なんかね、パソコンから撮ったんじゃないのみたいなさ、そんな字だったのね。で、ママは自分で書いて、ね、そこは重要だからさ。下手くそでも一生懸命書いたんだからさ。でも、やっぱりちょっとね、それじゃあちょっとなんか、うん、インパクトないなと思って、うんうん、ママね、クリスマス、あ、ちょっとね、女性でもいいように、うん、女の子っぽく作った。うん、それが。クリスマスバージョンじゃなくて？じゃなくて、クリスマスにもいけるかなみたいな、あとバレンタインでもいけるかなぐらいのね、うん、かわいい感じでこうパッケージをね、はい、で最終的な打ち合わせはまだなんですけど、だからパンがちょっと間に合わないんですよね。でもクリスマス前には絶対間に合うように作りますので、うん、パン、あのクリスマスプレゼントにどうですか。誰にやればいいんだろう、私は。ほら、やっぱりね、体のこと気をつけてくれる、気をつけてほしい、長生きしてほしいお金持ちのおじさまいるかな。いるでしょ、ナミちゃん。いるかな。いるでしょ、長生きしてもらわないと困っちゃうでしょ。うん、うん、だからね、あの、まあ間に合えばいいな、クリスマス前の。
でもクリスマスが間に合わなければね、次がね、うん、バレンタインでも使えるかな。お正月でも使えれそうな。お使いに使いたいです、私は。え、お使いにどっか行った時、あのお友達とか、あ、はいはいはい、うん、ぜひぜひ買っていきたい、うん、そう。あとね、金松さんのその湯煎してすぐできる おかず、ね、セットとか、うん、それもね、うん、売る、あの販売 しますので、うん、それはね、はい、なんかね、あっという間にね、湯煎して3分くらいで できちゃうの。いいですね、うん、イタリアみたいよ。お皿に出すだけで、うんうん、これちょっとほら、なんていうのかな、やお野菜をね添えれば、おイタリア3分で、お家に帰ったら3分でイタリア、はあ、イタリア、うん、本当にお前が作ったのかとかね、そんなわけねえだろいや、なみちゃんはね、意外とね、料理ね、するんだけど、凝ってるしね。でも簡単なものですよ。いや、でもするっていうのがすごい、うん、ママなんかできないもん。しかもまずいって言われてるし。そんなことない、うん、また食べたことない角ごちそうなりに行きますつくいつになることやらさ突然突然本当だよ。はい、お、いらっしゃいませ。お客さん、いらっしゃいませー。どうぞ。え、なんかやってます、やってますけど。いいですか、どうぞ。いや、かわいい、その、何、ライティング大丈夫でした。どうぞかわいいサングラス。ママのよ、どうぞどうぞ。すげー、こんな感じ。足長いですね。足長いんですよね。2人とも身長180。すごい、大丈夫ですか。椅子私、大丈夫です。はいはい、これでじゃあ、はい、いけそうですか。いですか。くっついてない。え、もうこれ以上なんかこっちいけないからすごい、はい、こんな感じなんですね。ママもあの今日あの初対面なんですよね。はい、はい、あ、はじめまして、はい、はじめまして、よろしくお願いします。ザ・ボボスカーズです、はい、よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。そしてじゃあ自己紹介お願いします。ボコスカウォーズの隊長ことゴリ隊長でございます。よろしくお願いします。そして、ソーダソーダです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。YouTuber さんなんですか。まあ、YouTuber、まあ、まあ、YouTuber と言えるかどうかまだわかんないです。そこまでじゃないんですけど、はい、ちょっと、はい、今年の夏ぐらいにちょっと始めてるって感じです。なるほど。ちょっとずつ、ちょっとずつね、ママと下ね、ちょっとずつさっき無理やり全然わかんないけど、はい、YouTube 登録しちゃったお互いね、お互い登録し合ってね。ママは登録してくれたんですか。あ、します。あ、します。まだしてます、はいはいはい、あとあとしっかり確認し、確認します。なみちゃんもしますで、ちゃんくんもだから3年上がってるはず。ありがとうございます。そうですね、よろしくお願いします。あ、嬉しいです。はい、はいはい、パンクロックでいいんですか。パンクロックです。パンクロック。はい。一応今日もこんな T シャツ着たんで。かわいいですね。かわいいですね、それ。なんかあの、はい、パートでメンバー募集中って聞いたんですけど。全パートで、はい、メンバー募集してんの、まあ、ボーカルとギターしかいないです、今。ギターね。そう、でもこいつは全部やってくれるからいいっす。一応、はい、YouTube では、一応。はい、ドラムとかベースとか、うん、僕やってるんですけど、まあ、ドラムは打ち込みなんですけど、はい、そう。あ、じゃあ募集中なんですね。もうもしライブやるってなったらもう、うん、そうですね。あ、そうなんですか。まあ、別に楽器弾けなくてもいいですけど、別に最悪。弾かなくていいですか。いやいや、初耳です。弾けなくても。うん、私たちも。そうそうそう。ああ、お願いします。にぎやかしに。そう。バックダンサーとかなんか着物で。ゴールデン、ゴールデン、ゴールデンボンバーみたいな。ダンスだろうが、はい、こうタンバリンだろうが、はい、スズだろうがもう、こうやってやってる。大丈夫ですか。ありました。もうベリーダンスやるから。そうそうそう。あ、何でも。ベリーダンスできるんですか。はい。あ、今腹踊りになっちゃう。ね、結構。え、本当にできるんですか。でき、あ、本当ですよ、これ。すごい。インストラクターだったんだから。うん、ベリーダンス結構腰に負担がね。はい。腰に負担、そう、だから今腰痛いのかな。使いすぎ、使いすぎちゃって、夜、夜も使いすぎ、昼間と夜で、ちょっと見え張ったね、今ね。可動がすごいから。そう。あ、お飲み物ね。すいません、自分だけ飲もうとしちゃって。でもなんか、お強いって聞いたので。いやー、もう、
なんぼでも。なんぼでも。はい、アルコールがあれば、ね、もういくらいくらでも、はい、いくらでも。もう料金は大丈夫ですね。カード使えますか？あ、使えますもちろん。カード使えます。あ、じゃあ待ってください。今度ペイペイも使えるようにする。あ、ペイペイ僕、いいっすね、はい、優しいです。スイカとか昭和の人間なんでペイペイちょっとまだちょっとできないです。昭和はやっぱ現金ですよね。そうです。はい、まあまあ、いや、カードを使います、はい。ここで一括って言うと、で後であのリボ払いとかできます、ね。はい。はい、あの、なるほどね。そうそうそう。はい、そう。10万ぐらいまでだったら。あの、出世払いもいいよ。ああ、ね。付き合いね。それが粋な、はい。もう出世。ね、出世も、もうすぐ出世しないとだ。出世はしないと思いますけど、すいません。すぐ、もうすぐ寿命が来る。寿命来ちゃうからね。おいくつなんで聞いていいのかな。僕43です。まあ44になる年です。44ですね。年齢言うんですね。はい。どうぞ。52です。え、うそん。違うでしょ。なわけないですよ。ね、30代です。30代の終わりかけですもん。終わりかけ。終わりかけってなんか人生終わりかけ。じゃあ、あの、イエア乾杯で、じゃあ、ここで。はい、はい、お願いします。お願いします。いただきます。いただきます。いやいや、ごちそうはしないよ。あとでがっぽり取られる。こっちがね、いただきます。怖っ。怖いですね。あとで、いくら。ぽいって言われてきたのに。ハマっちゃったね。罠に、ね、そう、なんか言ってこいって言われてきた。ツイッターにコメントですね。嘘、なんだろう、こんなのあるんすか。本日のボコスカウォーズさんは、泳げたいやきくんのブルーカワーやられてるんですね。おー、見てくれたんだ。あんまり見てほしくない。くまもん、くまもん、さん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。私たちがね、あれちょっと失敗作だったんですよ。ちょっとそのあ、そうなの、はい、ちょっと耳障りですいません。ゴリさんかつなエピソードちょっと、はい、いや、ちょっとあのがならせて歌ったら、大友康平っぽく泳ぎたい焼きくんみたいなのができるんじゃないかと思って頑張ってがならしてたら、はい、なんかもう自分でも聞いてらんないぐらい、なんかがなりがすごく、なんかなんつうんだろう、耳障りだったの、ね、まあ、僕は、あ、そうなんですよ、耳障りがすごく。僕の編集ももしかしたら悪かったのかもしれない、ね、こいつのせいです。ああ、こいつの、優しい、こいつの編集方。歌もダメなんですよ。そうやって珍しい方が YouTube って見られる数が多いって聞いたよ。普通じゃダメなんだって。あ、そうね、そう普通じゃダメ。そうだっていっぱいライバルがいるわけでしょ。で、普通じゃないようにしようと思ったらちょっと変になっちゃった、うん、そこのだからバランスが、その普通じゃないのと普通のバランスが、ね、難しいですよね。ちょっとね、お聞き苦しかったんじゃないかな。僕はもうちょっと優しく歌った方が、うん、あの、いや、でもそういうすごく良かった。あ、そういうのが好きな人もいるって言ってた。そう、今ちょっとできます。毎日毎日ありがとうございました。早い。もうちょっと早いな。ちょっと早い。まだ。そんなダメでした。面白いですけど。ねえ、楽しみ。後で。背面切ってもらったら、ね、喉痛くなったね。そう。いや、あれで案外喉には来ないですよ。あ、そうなんですか、はい、案外来ないです。喉は多分強いんでしょうね、もしかしたらね。お二人とも歌うの。そうか、そうです、一応今回のオリジナルで一番最新のでちょっと歌わせてもらったんですよ、僕が。ちょっと、あ、なるほど。そうです。あ、あの画像のが僕はもうクビなんですよ。ねえ、もうこいつダメだってことだよね、こいつが歌いだそんなことないんですけど、ちょっと、はい、クビになったら一体うちで働いてもらう。清掃部門で、ね、清掃でね、そう、清掃得意だからね。はい、そうねえ、ね、綺麗にするの。あ、いいですね、はい。まあ、まあ、あの仕事でも嫌いですけど。嫌いなんですね。じゃあダメじゃないですか。掃除嫌いみたいな。あれ今何、お風呂の掃除の、え、何、掃除の話になったの。掃除の話よ。あ、急に。いや。あ、でもなんかお風呂掃除がめっちゃ嫌いなんですよね。自分家の。いや、自分家のっていうか、人ん家もこう、もう何件もやりましたけど。ああ、お風呂掃除嫌いなんだ。お風呂なんか汗たくんなんですよね。トイレ掃除の方が嫌じゃない。トイレはね、トイレはちっちゃいから、
すぐ終わるんすよ。そっか壁とかも行かなきゃいけないからね。そうだ、汚いのとかだけ気にしなきゃ。なるほどね。もう手突っ込んでくって。あ、ママ入れないからね、そのトイレにですか。トイレに。え、どういうことですか。狭いと都内の挟まるってことですか。そう、あのこの隅とか隅とか下の方拭けないんだもん。だって挟む。あー、なるほどね。だから痩せてる子呼んで、あそこやって。あー、この狭い、ここのね。うん、なんか棒とかですね。なんか棒とか使えばよくないですか。ん、棒え、その棒じゃねえ。その棒って言ってないでしょ。その棒じゃねえ。そっか。なんか変なの。どの棒なの。今なんか、ん？でも通じたじゃんね。なんとなくね、通じたもんね。世界共通ですから。大丈夫ですか？まだ16分ですけど、棒の話。最後の方どうなっちゃう。早いよね。早いよね。まだ16分しか経ってない。そうですね、まだですよ。まだそろそろ終わりかと思って。飲みが足んないんじゃないですかね。今日はね、だからあのほら前に出てくれた竹林さん、あの相沢洋平さんのご紹介なんです。君の紹介なんです。本当に洋平が行ってこいっていうから。洋平君様々で本当に来たらなんかすげえぼったくられるっていう。ごめんね。ね、それでもなあれね、渡されてあのパンケーキ。そうです。洋平君のお店の竹林さんが、すっかり忘れてました。空の、なんだっけ。空飛ぶクジラ。本千葉駅にございますんで、はい。検索していただければすぐ出てきますね。いいですか、出してみて。あ、いや、あんま出さない方がいいんじゃないか。そういうことですか、待たされたのに。食べましょう、食べましょう。出していいならいいですけど、そのね。まあまあ、でもね。食べましょう。せっかくですから。ママさんのお口にね、合えばいい。そうです。竹林は凍ってんですよね。パンケーキでしょ？パンケーキですよ。パンケーキは大好き。そういう風になってるの？かわいいですね。そう、これをね、見えますか？すごい。パンケーキと、じゃあどら焼きじゃないですか。ちょっとでもそんな、なんていうのかなね、サンドイッチみたいな感じ。これはだから、そうそう、まあまあ要はあの、なんかパンドラ名称言っちゃってる。名称パンドラで。パンドラっていうパンチなんですね。確かにですか、かわいいです。ほら、タピオカいただいてですね。タピオカを。すごーい。ありがとうございます。ようやくは新商品でして。お、そんなの来たんですか。明日から頑張ればいいじゃないですか。あ、そうですね。新商品ですか。これタピオカの何かは。そうですね。あ、これがだからメイン、そう。メイン商品ですか。ですか。あ、これ初めて見るの。チャ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 ンっていう可愛い猫カトラリー。これなんかあれじゃないの。お誕生日とかにいいんじゃないですか。そうそう。なんかね、あ、でもこれ初めて確かに。そうそう。なんかショートケーキみたいなやつがあるんですよ。ショートケーキ。ごめんなさい、ママ立てないんだよね、狭くて。あ、ごめんなさい、僕は受け取る。大丈夫です。タイミングでしたね、今ね。これもなんかエコです、エコ。木でできてる。紙です。なんで木なのかな。木だったら毎回捨てるのちょっと心苦しいな。木っぽいんですけど。使いますし。薪で使おう、薪で。そう、木だったら、あの、そうそう、何回か使ってほしい。紙ですか。すごいすごい。でも、そうそう、しっかりした紙ですね。ああ、ありがとう。まだ、あります。でもほら、先にね、やっぱり。じゃママは全部食いです。全部食います。じゃあママ黙ってるね。全部食いで。ママ、あの、ストロー頼んだよ。あれしないでください。頼んだよ。ゴリ君頼んだよ。はい。ストローです。そう、役所だって役所になりたかった。あ、そうだ。昔役者になりたくてね、上京した人で。そう、上京したんですけど。はい、なれませんでした。ね、どんな役者になりたかったの？いや、僕何でもよかったです。僕広島が故郷なんですけど、広島から出てくる時にちょっとビッグになってくるからって出てきたんです。で、ならなかったんですけど、まあその。22で出てきて、30ぐらいまでやったかな、やったんですけど、まあちょこっとした仕事はやらさせていただいたんですけど、V シネマとか、なんかトレベルの仕事だったり、やらせてもらったんですけど、食っていけねえだろうと思って、別に僕、売れるまでね。そう、僕の
ちょっと何ですかね、横島だったら、はい、芸能人になったらもう横島な気持ち気持ちが儲かるし、芸能人と結婚できるしみたいな、ね、女にモテるし、そうだ、そういうので、そうビッグドリルをつかめいいですか、いいですか、はい、ボコスカウォーズさんに質問です、はい、シンガーソングライター相澤さんとはどういうきっかけで知り合ったんですか、また YouTube を始めたきっかけは何でしょうか、あれくまモンさんって俺知ってるな、知ってんですか、知ってんの、くまモンさん、じゃあなんか知ってるんですか、いやね、俺これ予習してきてるから、あくまもんって見たなあれくまもんさん前も質問してきてたんで、だ何の質問か覚えてないけど、なんだろうそれ、いやお母さんがもともと知り合いで、まずそうですね、そうだ、でうちの現実的な話をすると、はい、僕が働いてるところで僕が人を募集してて、お母さんが妖艶使ってって言うから使って、そうなんだ、まあ、使ったっていうか、まあ、働いてもらって、でそっからの付き合いですね。僕はもっと前で、もう傭兵とかまだ小学生ぐらいから知ってて、あの、ね、昔、まあね、おしめも取り替えてね、お母さん、いやそんなに、すごい遅いこと、息子娘が小学生の時ですよ、だから本当に、ママとはね、その時から世話になってて、でまたその本千葉に竹林っていう居酒屋を出すんで、はあはあ、まあよく2人がよく行ってね、そうだね、行ってたって感じですね、竹林が出てから結構行ったね、行きましたね、本当に常連さんが多いですね、なんかね、本当ね、なんかね、1人で行ってもなんか安心して飲めるというか、それはありますね、あの女性1人でも行けそうだもん、あー、そうですね、いますね、女性1人の見たことないけど、家庭的なのか、わかんないけど、女性1人はでも僕1回も見たことないないですか、本当ママ行っちゃうけどね、はい、ね、入りやすいっていうか、ママは行けると思う、行けなくないですよ、全然、女性1人で行ってたね、だっておじさんがいっぱい来るからね、あそこね、そで、いいんじゃないの、素敵なおじさんですか、いいんじゃない、なんかごちそうしてもらってね、あーあーそれはあるんだ斉藤さんかな、なってるあー斉藤さんかな、斉藤さんかな、斉藤さんもね、ここのゲストに出てたんでね、そうすごいですね、斉藤さんもよくしてもらって、そうですね、はい、あ、そうなんです、ごちそうしていたことも、そうです、はい、僕らも、はい、お世話になってちょっと話長いですいや何を言ってんすか、なんか黒糖の味がする、あ、それ気づきました、黒糖じゃないですか、気づきました、うん、黒糖が多分入ってます、そうでしょ、はい、クロンボーの味がするうん、僕何も知らないですけど黒糖、そうですね、黒糖、え、混ぜなくていいですか、これ、え、混ぜないんじゃないの、だって下に黒いの溜まってるじゃないですか、いいんだよ、これで、でも最終的にね、それで下に溜まってるのを吸うわけ、あ、そうなの、混ぜるもんなの、いやー、分かんない、常識的に考えてそうじゃない、私もあんまり分かんない、ほら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 、カフェオレみたいになってきてる、こじゃれたやつ、たぶん、え、どうですか、でタピオカ喉につまんないように気をつけて、ほんとだ、混ぜるんだえ、混ぜるどうなんですか、だって一番下の、だって沈殿してる時だけ今飲んでたから濃厚だったもん、そのドリンク自体を混ぜるってことね、そう、いや他に何混ぜるの、タピオカがね、ほら、うん、今はね溜まってるから、そのさっきはね、甘かったの、ちょうどいい、あ、ちょうどいい、なるほど、多分これとこれがちょうどいい、ね、さっきのは混ぜない時は甘かったからこれ食べれなかったと、甘えなと思ってたでも甘えなと思ってたんすか、でも黒糖好きだからああ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、セーフ、俺ドリンク倒したから、ドリンク倒したら大丈夫、ドリンク倒したら3万円だからね、あ、3万持ってねえっす、今体で払って俺さ、これさっき3万下ろしてそう、あ、で、話のさっきの続きなんですけど、はい、何の話してで、YouTube、まあ、陽平君と知り合ったのはそういう、うん、ママとのつながりがあってっていうところ で、うん、で YouTube 始めたのが、うん、実は僕が先に一人で始めたんですよ。2月、今年の2月だった。ああ、そうだね。そう。そう。そんで、まあ、やってたんですけど、はい、まあ、ちょっとなっていうところで、まあ、一人でやるより二人でやった方が楽しいなと思って。そうですね、信用なんで。まあ、一番仲良くて、歌が歌える人をちょっと、まあ、でもまあ、昔からバンドやってたんで、うん、そう、ちょっと、
どうすかって感じで、あ、うん、なるほどね、めっちゃでも全然、あ、すいません話聞いてないそんな感じ話聞いてない味の感想言ってないめっちゃちゃんと食レポしてください、食レポお願いします、はい、ちゃんとあのなんだすごい商品をもう一回見せてってやつ、あ、あんまりね甘いのナミちゃん食べないんだけど、うん、あっさりしてる、そんなにでも甘さない、うん、ね、抑えられてる、うん、へえ、それなんすか、カスタード、カスタードちょっと挟んで、うん、カスタードのカスタードのやつか、美味しいです、あ、違うんだ、おすすめはチーズ、うん、クリームチーズね、クリームチーズ、俺らはこの間食えなかったやつ、まだ食えてないけどちょっと違うのかな、これ何でしょう、中身めっちゃ美味しい、どこに書いてあるの、あ、それこれ、ね、プププレーンだねプはプレーンです、プレーンだね、そっちはこの丸いとこ、あ、これチーズよ、あ、これチーズ、あ、これがすっごい、チーズが美味しい、俺食いたかったやつ、すっごい美味しい、プレーンは食べたんですね、プレーンじゃない、俺ね、あ、あんこのやつ、あんバターみたいなやつ、あー好きだー、食べたい、あんバター好きだー、4種類あるんで、そう、カスタードと、それと、これと、小豆、うん、なるほど、うん、で、YouTube は、あ、YouTube 今、食レポ中だから、あんま喋んねん、これは、絶対これだよあんま喋んねん、合います、これ、これだ、絶対合う、ね、これ、これ食べて、うん、飲んで、そう、うん、どうすか、美味しい、美味しい、お願いします。で、YouTube は？もう全部食べてる。食べてないよ。空飛ぶクジラですよ。空飛ぶクジラ、皆さん。いやー、このドリンクうまいよ。うん。それは何？それ何飲んですか？いや、これ何か知らないですけど。ビール？ビールです。ビールか、これ。はい。あ、これビールだ。はい、うーん。いや、俺さっきから飲んでて分かんなくなってきて、まあ、緊張してんのかな？緊張してんの？分かんなくて。色だけにこれハイボールが入ってるんだ、なるほど、氷も入ってるしすいませんあのドライブスルーとかできてもいい ね、 ね、あーなるほどね、片手で食べれるもん、でもそうテイクアウトもやってて、あ、テイクアウトの人も結構半々ぐらい全然多い、やっぱりね、これはいいですね、よし、で買いに行きます、はい、はい、僕もたまに働いてる時あるんで、あ、そうなんですねまあね、今後わかんないですけど、はい、あ、俺も働いてみたい、じゃあ行けばね、どちらかに会える、そうです、どちらかにがいるかも、うん、いるかな、まあ、そうまあでもちょっとね、知らない、なんつうの、新しいところで何かやるってのは楽しいんだよね、本当に結構冒険するの好きなんですね、いや、好きですよ、やりたいことありすぎて、いいじゃないやりたいこといっぱいあるっすね、うん、でもママもそういうタイプだもん、ああね、うん、何やってるんですか、今っていうか、ね、僕は車屋さんになりたいです、あ、車ね、言ってた、うん、あ、お前裏回ししたね、あ、そう車屋さんになりたい、いや、僕車大好きだから、うん、車屋さんになり、あの、なんか大きくなくていいですよ、なんかちょっとした、はいはいはい、なんかちっちゃいので修理もできてっていう、修理は、まあ資格も何もないんで修理でお金はもらえないんですけど、はいはい、まあちょっとしたのだったら、はい、ブレーキの交換とか、はい、そんなんだったらできますけど、あのオークションとかね、面白かったですよ、ママ行ったけど、あ、オークション会場行ったんですか、うん、めっちゃ面白かった、あの、パチパチパチやるやつですか、はい、あ、でもね、それはもう1秒の差だからやってもらいました、あ、うん、そうそう、なんかね、すげえ短いですね、もうほんとあっという間に終わっちゃう、そうだね、次あれ、あ、お目当てのあれが来る、あれが来る、あれが来るってやんなきゃいけない、うん、どんどん値段上がってくるしね、うん、押しすぎちゃいそうですね、すごい金額で落としちゃった、そうそう、押しただけ出んのかどうか知らないけど、うん、ね、それでママ買いましたよ、ね、買ったんすか、うん、ね、自分で競り落としたんですか、うん、何か会社のね、キャラバンと、あ、うん、あとあのシエンタっていう車、あ、どうやったの、はい、うん、すごい安く買いました、いくらでまあ言っちゃっていいんじゃないですか、シエンタなんかで、そう、別にだって転売してるわけじゃないから、うん、70万ぐらいですね、ああ、まあ俺からしたら高いねえ、なんで、まあ、いや、まあ、だってオークションで自分で仕入れてこようと思ったらもう5万以内に抑えようと思ってるんで、うん、5万以内で抑えてきたやつは10万ぐらいで
だからやっぱそういう車もある。そうそう、手頃で買えるやつを探し出てきて、転売して、うんうん、で月5万、まあ5万ぐらい儲かったら、うん、年間60万か、うん、まあ楽しいか、楽しいかなるほど、ね、まあ好きな車で、だいたい買ってきたやつをちょっと自分でこうやっていじくり回したやつをちょっとかっこよくして売ったりしたら、まあいいですね、売れるんじゃないかなと思って、まあ趣味、趣味ですけどね。一緒に古物商取り行こうね。ああ、うん、そうですね、古物商、すぐ取れるんですか。取れなんか司法書士かなんか取れます。取れる、大丈夫。え、なんか自分でやるのはすげえ面倒くさいって言ってる。そうそうそう、面倒くさいですよ、ね、え、警察もいる、そうそうそう、にもあの関係あるし、ね、まあ、行政書士さんが一番間違いない。前科ないですか。ないです。あ、でもみんなないでしょ、ね、政府、ママあったの前。え、前科違うの、前科じゃないんだ。前科あった。だって写真撮られる。俺余計な質問しちゃった。違う、前科あったら拳を取れないのに。違うの、もう時効になったの5年経ったわ。何風営法違反。あ、風俗営業違反。風俗営業違反。はい、なんで、なんか痴漢かなんかやったのかと思った。深く聞いていいのかどうかわかんない。もうやってない、前のことだから。あ、前のことだったんで。ホストクラブやったの。ああ。あれね、ホストとね、オカマちゃんのミックスをやったんです。ね、ミックス。で、ホストとオカマちゃんミックスってことは、え、なんかエロいことしたってことですか。あ、違う、そうじゃなくて時間がね、風営法に。ああ、はい、やっぱ12時までなんです。そうそうね、12時回っちゃダメ、うん、そう、あと日の出で昔はさ、そう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 、そんなにあの厳しくなかったからね。で、その狭間でやってたから、そうだから、グレーのところが、グレーのところだったんですよ。そう、あ、お見事に、あの捕まって写真、あの指紋もこうやって、ありがとうございます、どうぞって言われました。ありがとうございます、さすがですね、いただきます。カード使えるんですね。お好きなものって言われて、カード使えるんですか。もちろんです、使えます、大丈夫です。はいはい、はい、OMC カードどんどん飲んでください、はい、ママこれ取っとく。風営法ね。そう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 。でももう大丈夫よ。そんなね、そんな、うん、よく勉強になりました。そんな詰まっちゃうのね。あのなんかね、よく知らずにやるとやっぱ怖いですから、皆さんよく勉強してやりましょう。はい。確かに、ね、はい。普通の飲み屋さんは12時超えても大丈夫なんですか？あのね、接客業が接客すると、はい、あのダメなんですよ。だって接客業以外なくないですか？あの隣について、うん、ああそういうこと。そうで、例えばガールズ、キャバクラとかはダメってこと。ダメなんです、12時までです。12時までなんですか、キャバクラって。そうそうなんだ。なんか、あ、じゃあ俺の勘違いかな、12時以降もなんかいたような気がする。そう、やってるのは多分違反なんですよ。あれ違反なんだ。そう、あとね、ガールズバーのカウンターの中でも、うん、あのカウンターの中はいいんですけど、こうあのライターのタバコ吸うときに火をつけた時点で、ね、接待になっちゃうんですよ、接客に。なるほど、うん、厳しい。そう、だから知らないと怖い。めちゃめちゃ厳しいじゃん。そう、そういう本当だよね、あんた。ねえ、何やってんの、もっと違うとこやに気を使いなさいよって。それ火をつけたから何になるんだよ、これ。バカな。そんなところにね、バカタレが。なんか未解決事件とか、あのそっちの方にじゃあ言いましょうしね。そんなちっちゃいのがちょこ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 。俺の。何、ね、あの二段階右折とかお前捕まえてんの。何二段階右折って。原付き、原付きの。もう十何年前の話だよね。なんか葛西臨海公園ってところから、葛西臨海公園って言っていいの、ビーンって出てきて、普通にピーンって曲がってバーンって、その原付きが100キロぐらいですよ。バーンって出て、まあ事故だから、ねえ、出して、で警察の人がパワーパワーパワーって、俺か、そうか、そうか、スピード違反かと思って、グーって言う、またスピードめっちゃ出てたねーす、いやー60キロぐらいでしたけどねーす。わかるでしょ、大体60キロぐらいでしたけどねーす。
あ、違うか、もうちょっと下に言ったかな、まあ、40キロぐらいだって捕まないかなと、40キロぐらいって言ったかもしれないけど、うんうん、ですかねつ、いや、早かったよ、無理があるね、そこから、そこまで、ね、うん、でも、あの、二段階右折って知ってるって、いや、二段階右折って何、原付はあるんですよ、あの原付ってのは 50cc 以下のバイクは、うん、3車線あったら、うん、右折するときに、うん、一回左から交差点をまたいで、うん、そっから曲がんなきゃいけない。ない、そうなんだ。それが二段階。1、2で曲がない。知らなかった。へえ。懐かしいですよね。二段階右折って久々に聞いた。免許持ってるけど二段階右折で捕まることなんかあるんだと思って。原付き取んないとね、わかんないですね。ね、わかんないですね。そう。で、そうなんだ。あ、大丈夫だから大丈夫だ。ちょっと、とりあえず、一旦免許だけ見せて。うん、あ、この人許してくれるんかもしれないと思って、はい、すいませんでしたって、もうそこからはもう停止ですよ、さあさあ、まあ最初からそんな怒ってはないですけどすいませんお願いしますって、なんでか知んないけど警察のパトカーの後ろに乗せされて、こう書いてやつ、えこれ限定になりますかって、あ、なるよって、大丈夫じゃねえじゃねえかなぁっなるでしょ、許してくれないよバカ野郎っ全然許してくれない、うん、なんか許してくれる感じのすげえ優しい感じで言われて、うん、なんか、まあ、とりあえず免許証だけ見せてって言われて、うんうんうん、向こうもね仕事だからね、ずるくないだって、うん、とりあえず見せて、俺だってそんな言われ方してなかったら見せてなかったかもしれない見せなきゃダメなの警察もねそう優しくするから優しくするから、あ、この人は見逃してくれるのかもしれないってこっちもなんかちょっと待ってください、そんなわけねえだろそうですね、そうそう、全然見逃してくれねえ、でも昔はね、本当昔はさ、許してくれたもんだけどね、あ、そうなんですか、うん、私たちだって、それ言っていいんすか、うん、でも、ね、警察の闇が結構許してくれましたよ、昔と今は違うこといっぱいありますから、本当に、はい、ありがとうございます、事故も多くなったしじゃないの、多分、いや、許してもらえる、ね、でもさ、こんなにさ殺人事件多くなかったんじゃない、あ、まあ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 、そうだそうだ、絶対そうだ、なんか、なんかおかしいんじゃないの、今のなんかね、なんか定期的にすげえ暗い事件が起こる、多いよね、多すぎるよね、もう、ほんと嫌だ、うん、困ります、子供は子供とかね、ねえ、そんなんなかったもんね、昔、本当やだ、確かに、まあ、あったけどね、あった、なんか首をなんか大きいのはね、に置いてありとかだんだん、ああ、すげえ、ね、うんうんうん、うん、まあ、ああ、もう暗い話嫌い、ね、鼻垂れこぞいた、え、鼻垂れ青っ鼻垂らした、鼻垂れこぞ、俺かもしれない、鼻垂れこぞ、こうやって拭いたら固まっちゃった、ああ、痛かった、危ないよ、やばいね、早いね、やばい、雑談でそんなこと、意外と早いね、結構行くもんですね、やっぱね、ちょっとあれを見ましょう、 YouTube 今いいよ、見なくて、だからね、歌ってるところを流してもらって、せめてね、1曲だけでもちょっと、そうです、見なくていいよねああ、あ、これもう俺が歌ってるやつじゃないよそうかあ、もうね、あ、こいつが歌ってるやつ、そうそう、こいつが歌ってるやつ、そうです、そう、そうだ、ミルクソーダのソーダ、そうだ、そうだっす、そうだっす、曲が誰が作ったの、あ、僕、作詞作曲でやってます、すごい、そうです、全部こいつが作るで、自分で音源作って、そうです、これがだから YouTube、 僕の一人でやってた YouTube の最初の曲だったんですよ、だからあれだよね、もう 100% ソーダが作る、そう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 、すごいじゃないですか、あの絵は違います。これはちょっと画像フリーのやつ使ってるんで大丈夫ですよ。解釈したい。こいつは書いてある。あれ一回竹林さんの2階でライブ。ああ、やっぱり、ね、はい、来てたんですか。いや行きたかったんですけど、その日お仕事で行けなくて、で行きたかったんですよ。はいはい。そう、あ。そのなんか画像か動画かなんか見て、うん、来てたとしたら2回目かなと思って違うんですよ、行きたかったんですよ、だからもう1回ないかなと思って、いや
またね、だからライブっていうか、でも本当あれいつやったの？あれ去年の10月末かな。あ、じゃあもう1年ちょっと前。あと2回やってるから、多分10月と12月で多分やってる。去年の。うん、あ、ハロウィンの時。あ、そう、ハロウィンの時。かもしれない。なんか洋平くんがなんか。そう、みんな多分コスプレ。コスプレやってた。あれなんだっけ。特攻服とかみんな着てましたね。お姉さんが、うん、ママのお姉ちゃんが着てよ。だったんですよ。あったらぜひママの特攻服ですよ、昔。自前のやつがあるの。自前のやつ入らない。自前のやつがある。刺繍とかすごいやつですか。よろしく。ママでやっぱそっちでしたか。ママレディースだったんですか。違いますね。え、違うんですか。ママね、多分ね、お嬢様だったんじゃないですか。逆に、だから育ちの良さ。あ大事。ちょっと安くして、ダミちゃん。わかりました。1万円引いといて。わかりました。ありがとうございます。1万円引いといてっていうことは、万言ってるってことだよね。もうすでに何万か。1万円引いてくれたら、あの現金でいけるかもしれない。本当ですか。今日2万8000円持ってきました。流してください。流れるんですか。あともう一曲の。はい、お二人の、二人の、そうです。あ、そうですそうです。二人でもう、ああ、ダウンロード間に合った。間に合った。おー、ギリギリで。そう、せっかくですからね、四人で今度ライブやりましょう。何ライブします？何ライブします？何ライブします？ゲリラライブ。だからゲリラライブやるの。またゲリラライブやんの？バーチーで。バーチーで、バーチーの画像で。やるの？なんで画像なんだろう。画像？え、ノーハマでもいいよ。ノーハマ。ハマの。ハマの。これですね。これですね。これ長いな、これ。あ、そうか。俺のこれがちっちゃいから音聞こえないんだ。そうですね。なるほど。あ、オッケー。あ、大丈夫です。こっちの方がパンクロックっていう。そう、こっちはもう間違いない。こっちがこういうのやりたかったの、僕は。これをちょっと、ね、これ僕が歌ってるやつ。あ、で、あれです。こいつがハマってる。で、それ、僕が歌ってるやつ全部こいつがやってます。本来はね、2人でちょっと歌いながらね、ちょっとやりたいなと思って。これ大きくしすぎたよ。お前の声がこっからめっちゃ入ってる。これ誰が作ったの？これはもう2人で、もう2人でやってます。はい。売れそうっすか？売れそうっすか？お願いします。そうで、そう。ママの力でお願いします。お願いします。ママ買い取っちゃうの。CD 宣伝を。で、陽平くんなんで買い取ったらさ、売れないかったの。陽平くんのはね、そう。買い取ったらすぐコロナになっちゃったんだ。あ、そうなんですね。買い取ったってどういうことですか。買い取った。CD を何？10枚全部ください。その時10枚しか持ってなかった。はいはいはい。全部買ってあげたんですか。すごい。優しいじゃん。いや、だけど、でその後お客さんに配ろうかなと思ったんだけど、すぐ。ああ、そうですね。ダメになっちゃった。へえ。もうどこにあるかわかんない。そういうのはダメって言われたママ。ああ、それダメ。ライブチケットでも、ママ10枚買うよ。ああ、ね。来てくれるのがいい。1枚でいいですけど。嬉しいけどね。そこのね。なんかドーンって買ってくれたら。なるけどね。まあ、まあ確かにね。本心というかね。まあ甘やかしてるといえば、まあ、甘やかしてるかな。多分ね、じゃあね、10人連れてきてください。まあ、10枚買うんだから。ああ、だからね。それの方が嬉しいかもね。確かに確かに。にぎやかしいね。そうそうそう。ライブってやっぱりね、そういうのが大事でしょ？そう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 。もうだって一人しかいなかったら嫌だ。ママのラウンジはお金だけでいいです。行っちゃったな。どういうこと？終わったの？来なくても。もうこれね、終わったの番組。終わっちゃった。イプマでーす。イプマ。酒が足りねえよ。ねえ。じゃあ今度テキーラで。そうっすね。テキーラ飲もうかじゃあ。
またね、ちょっと。ママ、コカレロ飲みたいんじゃないの？それね、やめろって言いました、私は。はい、なんか、なんだっけな、環境、なんだっけ、環境なんとか大臣賞とかもらった人が、なんかコカレロの話。その時にコカレロの話してた、ね。YouTube、ね、見てくださってるんですね。ありがとうございます。予習して、予習してます。憧れろをなんか若い子がなんか代わりにどんどん飲んでくれたっていう話をねしてた。ママのこと飲めないと思ってたね。そうね。そんなわけねえだろ。飲めないと思う。そんなわけねえだろ。テキーラ大好きなんだぞ本当は。見てわかるだろお前。テキーラ飲めるわ。言っちゃうんすか。だけどね、みんなね、まあまあでも多分ちょっとねおとなしくしてたんじゃないかな。うん。はい、でそれでなんかみんな気使って。若者に圧倒されちゃったんですよね。でもね、あの水割りの一気し始めたの、うん、だからママは水割りの一気より、うん、この分ストレートで頂戴して、ね、これでね濃いやつ水分がね飲みきれないって水分がちょっと邪魔ですもんね。そうそう容量が邪魔だね。容量が飲めない。圧縮しろと、圧縮ね、うん、これもう終わるんじゃないの。じゃあもうね、だいたいコメント今たたいた。あ、じゃあコメントで最後でなんだろなんだろなんだろ早く、ファミコンです。ファミコン。ファミコンから撮ったの？ファミコンです。ファミコンっていうかまあもう読めないこと。ファミコンボコスカウォーズ検索すれば昔からね、そのはい、ちょっとで昔のゲームゲーム危ない。ファミリーコンピューター。そうです。危ないゲームですよ。ファミコン知らないみたいな言い方やる。知ってるじゃん絶対。知ってるよ。そうなんです。じゃあ第2弾でまた出てもらわなくてね。ああ、じゃあ今度はね、なんかライブかなんかできて。そうですね、ちょっとギター持ってきますね。ね、うん、ぜひぜひ。歌下手ですけどいいですか。ちょっとごめんなさい。空気が一回一瞬凍りついたから、うんってなってた今。え、下手なの、ごめんなさい。さっき上手でしたよね。またちょっと仕上げてきますんで、その場でに。そうだね。わかりました。新曲もスタジオ入って。また12月もアップするんで。はい。12月、皆さんチャンネル登録お願いします。ザ・ボコスカウォーズです。お願いします。よろしくです。ありがとうございました。お願いします。この後生産です。お会計。カード。カード。